さ、さあ先生、大井川鉄道の興奮も冷めやし、今早速ですね、茶園の方にやっちゃいました。茶園、これね、ここ来るまでね、あれは四国でしたね、道が12番小三寺っていうぐらいのね、すごい道を登ってきまして、これ本当に山のすごい上ですよ ね、 ねもうこれ標高600、はい、標高600メーターの天空の茶園って書いてありましたよ、いかんながらこの雨あの土屋農園さんに今日お邪魔いたしておりまして、土屋さんねいらっしゃいませ、あら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 、天空の茶園へようこそ、なんつってちょっとお茶をしに来ましたね、お茶をね、もうお茶行きましょうか、お茶行きましょうか、お茶はお呼ばれしましょうか、はい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 、じゃあはいはいはい、先生、こちら土屋さんの方にお宅にお邪魔いたしましてですね、引き酒っていうのはありますありますけどね、引きちゃうわかりませんよこれ、なかなか、いやわかんない、ね、同じものずっと繰り返し飲んでると違うなっていうのはわかりますけどね、はいはい、やっぱりね、美味しくこう入れてもらったやつは本当びっくりするぐらいうまいもんね、盗撮箱に入れていただくと、もうあと閉まったって言って入れ替えができないんです、そういうことね、そうなんです、もう1個飲んだらこれが何番目かっていうやつ、もうそのままだ、全部飲んでから決めるんじゃなくて、そうなんです、なんとそれは難しい、そうなんです、それは難しいな、私んち の、 あの田舎のうちも、あの僕茶摘みしてましたから、裏庭にお茶摘んであって、あのあって家のお茶をずっと飲んでました、先生、もうちょっとこれ俺香りも言うで削んできたかな、あーいいですね、あー美味しいじゃないですか、これペットじゃないな、これをどう見ればいいんだ、こいつはもうなんか見栄えが違いますね、そうですね、ねえ見栄えが違いますね、これはもうちょっとこれいや一番最初に飲んだやつがねどっちだったんだろうなね、色はいい感じのお茶、あ、ん？あ、渋いですね、渋いですか、そのあたりにヒントがありますね、これ渋いですね、これなんか間違えたないや味が明らかに違う、一番最初に飲んだやつと全然違うのは分かるんだけど、だって俺もう相当間違えてる、俺だってそうだよ、もうしょうがないんだよ、しょうがない、早く俺はね結果を知りたい、ね、早く結果を知りたい、間違えた、本当に、本当、これなんだろうな、これなんだろうな、これ間違いないでしょ、違うかな、やばいなこれ、もう何ペットボトル出てきた、一つもないじゃあこれ最後、最後もうちょっともうほっとしてください。ああよかった、よかったよかった。俺かなり合ってるかもしれない。これほうじ茶だね。これはほうじ茶ですよ。いやほうじ茶が来ないから。全く分かんない。一番最初来たのがですね。やっぱり一番。一番最初が一番いいやつだったの？はい。やっぱりそうだね。さあ。4番目に出てきたのは風、あれが茎茶でしたか、俺最上級で間違いねえと思ってたえ、俺はどれだけ安いお茶を飲んでたかっていう、君はだから本当にハッピーってことだ、ハッピーハッピーそうですか、いや俺そうか、俺茎茶でいいんだいいね、スッと入ってきてさ、だからあれが飲み慣れてるようなお茶なんだろうなっていう、この最上級と普通のお茶ってあんな違うこれはもう一発です、これはもう奥さん、ね、さっき分かんないでしょ先生、やっぱこういう美味しいお茶をね、そんなの飲み慣れてないから、やっぱりえぐみとかね、渋みっていうのが分かんない
あの花ですもんね、うん、これは花ですよ。これすぐ分かるでしょ。これが最上級のお茶、うん、そうそうそう。これさっきの花の、花のちょっと葉っぱ取ってみてもらって、うわ綺麗だね。まあうちが小売りしてる価格では 100g3000 円ぐらいで、まあね、しますよね、はい、うん、します。それを吹きちゃってる順番がちょっと違うね。これ茎、こっち茎ですか。あ、さっきよりも渋みが随分と出てきましたか。まあ、まあ、味は薄いですよ。味は薄いですね。やっぱりこう、うん、深みがないっていうか、深みがない、うん、深みがない、深みがない、これうまいと思っちゃったけどね、これいやだから深みなんだこれ。だから一番馴染みがあった。馴染みがあの日常的に食事の時とか、うん、あの口さっぱりさせたりとか、うん、そうね、あのそういう時にはもう全然これでいいんですよ。ご飯の時は帰ってこっちでいいかもしれない、うん、そうなんです、うん、先生これに対してどうですか。いや美味しい。ぜひペットボトル気になってるな。いただくとなんとか。そうすると今そっちいいんでしょ、うん、それであ、これがペットボトル。これ何よって感じだこれ。ほうじ、さっきそういうのなかったんだよ、うん、俺なんかね、すごい別のもんだねこれ。いや今日ちょっとね勉強になった、勉強になったっていうかね、そうなんだとね、私今までの常識が違ってました。違ってましたね。違ってました。福ちゃんが一番好きってことね。そうですね。そうですね。でもいいんです、あの最上級のお茶はあの流通量飲めないもんね。なので知ってるっていうだけで価値です。そうだよね、はい、はあ、うん、あ先生ちょっと置いといてよそれ取ってんだね。ああそれだけ分かんなくなっちゃった中の。それ2問正解、2問正解、俺全問不正解。それもすごいですよね。ベタベタですよ。